お聞きください、この大歓声、スタジアムは超満員。さあ激闘の幕が開けました。ライアン君、タックルを決めた。よし、敵陣へ攻め込みます。ジャン君、後手を止めた。素早く横にかわす。クチアン君、横にかわして突破。ストーン君、ボールを狙うと届かない。シュナイダー君、ナイスプレーだ。シュートまで持ち込めるか。ボールを打たせ高く足を振り上げた。はい、これはさらに威力を増したファイヤーショットか。これは反応しているぞ。迫力あるセービング、パントキック、どこまで運べるか。ディアス君、ダイレクトでパス。リーマン君、ここで止めた。体ごとぶつかっていった。余裕だね。妖精のように待った。ほら、アイネ君、こっちだぜ。アレン君、ここは抜かせません。ブレイク君、破壊力抜群のここだ。素晴らしいスライディング。ジャン君、ナイスプレーだね。パスを出します。スペシアル君、あざ笑うかのようなドリブル。スライダー君、のまともせず邪魔をさせる。シュナイダー君、これはハイファイヤー、詰まった一撃。これはペガのファイヤーショットではないぞ。アズアン君、ここにあり。パントキックで大きく蹴り出した。ハイネ君、このパスをカットします。ピエール君、美しいターンでいなした。これがあるか。これは予想外だ。これはシュート。ピエール君、あーっと、これはデュアルスライダー、狙いしました。一撃を放った。これは反応しているぞ。噛みつくようにがっちりキャッチ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと、攻守交代だ。ハイネ君、ここは縦に切り替えた。ピエール君、華麗なルーレットで炎。ナイス、いい感じ。今週のスライダーシュートだ。これは反応しているぞ。力強くボールをキャッチ。前半もすでに15分が経過しました。ここからさらに白熱した展開が期待されます。ブレイク君、破壊力抜群の突破だ。ジャン君、ボールを奪うことができません。アルベルト君、スライディングでカット。ブレイク君、ここは抜かせません。ハイネ君、このスライディングが決まった。アルベルト君、激しいタックル。行くぞ。カルロス君、ボールを浮かせて抜いた。体ごとぶつかっていった。さあ、ゲームを支配する時間だ。チーム全体がまるでストーンキャッチの手足のように動いている。アルベルト君、これをブロックに行く。身を挺してシュートを防いだ。ここからブロックに持っていく。これは反応しているぞ。スマートに抑えた。パントキック、どこまで運べるか。ハイネ君、ワンタッチで送る。ピエール君、なんという華麗なプレーだ。このタックルは不発に終わります。これでボールを運ぶ。カルロス君、これは見事な個人技だ。ボールを浮かせて抜くなって。カルロス君、あっ、鍛えた力を見ろ。ボールはまだ生きている。ゴールラインを越えてしまった。ホームチーム、コーナーキックを得ます。誰に合わせてくるか。シュナイダー君、これはまさか。2人で飛び上がり、同時にシュートに行った。アタック、決死のセービング。狙いすましたシュートでゴールをゲット。ルチアノ、まだまだ行くぜ。それはい、カルロス君、このスライディングが決まった。ボールを浮かせて抜いた。カルロス君、これは見事な個人技だ。なんだと。最大限の力を使うドライブシュートだ。横っ飛びで鋭く反応。これはアズアン君、動じません。ピエール君、素早くつなぎます。もらった。
このタックルは不発に終わります。案外やるな。あっとこのプレーは豪快、そして精密だ。2人の必殺シュートだ。ストーンク、これをブロックに行く。ボールの勢いも止められない。さあそう、ライネ君、このスライディングが決まった。これが妖精のプレーだ。それあっと奪い返した。横をすり抜けた。スライディングで止めた。もらってやす君、全然で変わった。天才的ナイスプレーだ。前転でかわした。センターラインを越えて攻め込む。もらったチャージが決まった。ホームチーム、それ後半開始、いけ。ガタゴトぶつかっていった。ドリブルを見送る。ボールを奪った。チャージが決まった。それでティアス君、前転でかわした。アドレスが前転で、何だと。さあショーの始まりだぜ。逆転、バク転、バク中からのミラクルオーバーヘッドだ。クリーマン君、これをブロックに行く。内山君、リフティングでかわした。ゴリゴリ止めろ。ここは抜かせません。ここでスルーパス。ジャック君、ここでボールを持った。かわして振り切った。もらった。横を切り抜けた。かわして振り切った。スカルマン君、ナイスプレー。これは必殺のレイズだった。カルロス君、これはうまく受け取った。ボールを浮かせて抜いた。カルロス君、これは見事。これは最大限の力を込めたドライブシュートだ。ここまで鋭く反応。アズワン君、ボールはまだ生きている。アズワン君、ボールを持った。いくぞ、横にかわして突破。さあカウンターだ。ブレイク、スライディングで止めた。ガルバン君、ここはパスに切り替えた。エミール君、ボールを狙うが届かない。狙いすましたパスを送る。ここで大きくサイドチェンジ。おっと、コース交代だ。スライディングで止めた。カルロス君、これは見事なチェンジだ。ナイスプレー。パスを立てて必ず打ち抜く。これも正面から抑えに行く。ストーン君、パスを出します。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。いけ、パスを出します。もらったぞ。敵陣へ攻め込みます。そんな、ウォーカー君、横にかわして突破。ガルマ君、ボール、ナイスプレー。これは必殺のロングボールだ。ルシアーノ君、これはうまく受け取った。スライディングでカット。みんな一気に行く。これはチーム全体がまるで、これはゴールラインを割ります。さあゴール前、このスタイルをものにできるか。さあボールと真っ向勝負。正面でがっちりキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。ここでスルーパス。カルロス君、これは見事な個人技だ。止められるか。浮かせて抜いた。ナイス。これはドライブシュートか。さらに凄まじいシュートだ。懸命に勝ち出した。パスをもらった。カルロス君、パスを回す。ウォーカー君、どうだ。タックルも決めた。カルロス君、激しいタックル。ルチアーノ、エミール君、ここで奪った。横をすり抜けた。横にかわして突破。それ止められる。まずい。エミール君、鋭い回転をかけてゴールを狙う。見事なワンハンドキャッチ。こ
ここから長い距離のパスを狙う。ロングパスだ。あ、終わった。このパスが通ります。パスを出します。ロンジェルト君、激しいタックル。これはゴボールだ。止めるんだ。エミール君、ボールを狙うも届かない。カルロス君、ここは勝負を避けた。体ごとぶつかっていった。チャンスが決まった。ピエール君、これが美獣のドリブルだ。いよいよ後半アディショナルタイム。これだ。両チーム最後の力を振り絞って、ピエールだ。体ごとぶつかっていった。そら、フリーマン君、パスを回す。ドリブルでボールを運ぶ。奪い返した。アルベルト君、これは一発のロングパスだ。カルロス君、ナイス。ホームチーム勝ちました。チーム一丸となって手にした大きな勝利です。